どうも、静岡県住みます芸人藤彦です。さあ、秋のスイーツということで、地元私が住んでいる静岡県は沼津のですね、洋菓子屋さんをご紹介させてください。本日ご紹介させていただくのは、後ろに見えておりますこちら、グランマさんでございます。これも地元ではね、本当に愛される洋菓子店でございまして、じゃあ実際、入ってみたいと思います。さあ、店内の方に入ってきました。こちらは沼津グランマ揚土本店さんです。創業は明治34年、沼津御用邸にお菓子を納めていた名店として長く愛されていた朝日園本店さんからですね、名前をグランマさんの方に変えてですね、今地元の愛される洋菓子店となっております。こちらのスイーツ美味しいのもいいんですけども、色鮮やかで干物サブレなんかもあったりして、そしてですね、こちらもありますよ、干物のフィナンシェなんかもあります。さあ、それではお店の前にですね、オープンテラスで、作っていただいております。こういうコロナ禍じゃなければですね、本当はここでも食べれるようになっているんですが、今回は特別に、テラスわざわざまた出していただいて、食べさせていただいております。さあ、秋のスイーツご紹介させてください。こちら出ました、シャインマスカットタルト、大人気。さあ、見てください、この色鮮やかなシャインマスカットをふんだんに使っております。さあ、断面図はこうなって、さあ実食させていただきます。いただきます。美味しいです、もう最高です。このシャインマスカットの、程よいこう酸味がありながら、そして、中のカスタードクリームなどと相まって、本当にお口の中で幸せが広がります。完食です。どうもごちそうさまでした。いかがでしたでしょうか。以上、藤井子がですね、グランマ前にて秋のスイーツいただきました。ありがとうございました。コロナが落ち着いたら沼津にみんな遊びに来てね。